はじめです。本日は川崎 H2 乗っていこうかなと思います。作業内容ですけれども、ちょっと過去にですけれども、ECU の書き換えと、パワーコマンダー取り付けインジェクションセッティングとで、今回で、カーボンホイール前後取り付けと、あとまあカーボンパーツちょこちょこと、まあ、ちょっとショートパーツをいろいろ細かいところ、作業させていただいたんでお預かりしましたと、なっております。はい、まあちょっと H2 ということでね、すっげーパワーなんですよね。乗ったことある人いるかな。あのね、めっちゃすごいんですよ。わかりますかね、この一見ね車体が大きく見えると思うんですけれども、あの乗ると全然そんなことがなくて、このメガスワラというよりね SS に近いような本当立ち位置で、ホイールベースもね短くて、で、付け加えるとここまでカスタムしてあるということで、細部まで見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、フロントのねカーボンのフェンダーなんですけど、これ塗装ではなくねカッティングをうまいこと貼ってあるということで、この辺もねすごいゴリゴリにカーボン入ってるでしょ。はい、で、こんな感じですかね。で、これですけどね、フロントフォーク後付け車外のオーリンズのブラックということでね。で、これキャリパー見てください。こっちも削りて、さあメインディッシュはこれですかね。見えるかな、 DST の、カーボンホイールとなっております。これをね装着前に持ったんですけどね、おもちゃかなっていうぐらい軽いです。ちょっと押さえよう。はい、 OK です。失礼しました。ということで、とても軽いですということですね。はい、素晴らしいです。はい、で、こんな感じで、もうフルカールはね全てカーボンに入ってます。で、これですね、トリックスターさんのチタンのラジエーターパイプですね。こう H2 ってちょうどここ見えるしね、めっちゃかっこいいですよね。はい、素晴らしいと思います。で、この H2 自体が、あの初期はねフレーム緑色なんですけど、こっちのシルバーの後期のタイプですからね、まあ、これがやっぱいいんかな、うん、これにすることによって白と、カーボンにしても違和感なく、ここはねフレーム緑だったらちょっと目立っちゃいますもんね。だからあえてこっちの、フレームのカラーリングの方がいいと思います。はい、スーパージャジャということです。はい、でこれ後ろでねマスターシリンダーで、ウッドストックでいいかな、ウッドストックさんの、バックステップが入っているということで、後ろもオーリンズですね。はい、で、これがマジカルさんやったかなのカーボン、マフラーステイとなっていて、マフラーがこれですね、トリックスターイカズチフルエキゾーストとなっております。爆音ですよ。はい、でこれ後ろマジカルさん同じくカーボンホイールです。ハブがね金属なんですよ。これ大丈夫なんかなって一見思いますよね。後ろもねめっちゃ軽かったです。素晴らしいんじゃないかなって思います。ということでね、この超カスタムマシンをねフルカスタムでいいんじゃないかな、ここまで出る人なかなかいないと思うんで、私のようなものがね乗らせていただくということで、早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていこうと思います。いやー緊張すんなー。そう、これねスイッチがね下下ろしでセルオンですからね。はい、こんな感じですね。いやー、じゃあ行きましょうかね。はい、クラッチは全然軽いです。行きまーす。 H2 ですね。ちょっと久しぶりに乗る感じがしますけれども、行きましょうかね。はい、お、行けそうですね。行きまーす。よいしょ、シールド閉めまーす。さあ H2 乗っていこうと思います。オートシフターがね確かついてるんかな。そうですね、上がると思います。はい、いやーこれねすっごい大変やったんですよね。なんだろう、今回の依頼としてはまあ普通にこうショートパーツをこちょこちょ付けさせていただいたんですけれども、やっぱりこのデザインですからね、あのちょっとしたパーツもやっぱりこうミスというか変につけれないというか、もうすごいこだわりました。まずこだわりポイント、信号待ちなんでね早速見ます。このミラーのこのカバーをつけたんですけど、あのこれ結局あの両面テープで内側に貼っていって、その、側を剥がして本体につけてピタッと圧着させて、はい完了っていう感じなんですよね。うん、これってまあこれだけ聞くと正直誰でもできると思うんですよ。てか誰でもできるんですよね。うん、ただあのやっぱりうちはあのオートバイのお店であって、何か作業をするってなったら必ずその工賃というのをいただかなくちゃいけないんです。でこういう誰でもできる作業って割と工賃悩むんですよね。何本もらおうかなと。
というところなんですけども、あの本当に見た目だけだったら誰でもできます。だからお客さん自分でやってよって言いたいところとてもあるんですけど、やはりね、あの仕事として依頼を受けた以上、完璧につける必要があるというところで、ここで、こだわったポイントだけちょっと軽く言っておくと、あの両面テープが付属してて、それでこうインナーにいっぱい貼って、つけていくんですけれども、あの取り付けをした時にあの両面テープが見えないようにつけたい、わかりますかね、っていうこだわりがありました。なんせこういうねスペシャルマシンですから、あ両面テープが見えてるよって、まあ、あの貼るから当然見えるんですけど、見えないように手前側には貼らずに、ちょっと微妙に奥にオフセットして、見えないように、でかつ、上側ここはね特に見えるとこなんで、上には貼らずに下に貼ってっていう感じで、パッと見両面テープこれ見えないでしょ、パッと見てもね、そういうこだわりをしてました。だからね、意外とね両面テープ貼ってどうやってつけようとかって考えてる時間が長かったかな、って感じです。たかがね両面貼ってペタッとミラーにつけるだけですけども、すごい考えてます。はい、で続きいきますけどもね、はい、これが、トップブリッジもね変わってます。削り出しです。これ、ね、鍵がついてるんですけどね、ここ置いておくと傷が入るからね、あんまり置きたくないですよね。なんかこうこれのね鍵の先っちょを変えたくはないですけど、ここもうちょっとうまいことできたらいいかなって思います。はい、で、今回はねこれですね、マスターシュリンダー、タンクステーを、まあノーマルってこうな板ステーの黒でペッてついてるんですけど、これをこのポッシュのマスターシリンダー、まあ、汎用でいいかな、汎用のマスターシリンダーステを入れさせていただきました。で、これのこだわりポイントとしては、やはり左右ですよね、大きさ異形の、タンクがついてますから、そこを、うまく同じ、角度にして、かつ、ハンドルを、切っても、当たらない位置にアジャストする。でも、ポッシュのマスターシリンダーステの長さは決まっていますから、そこを変えることができず、どう入れるか、要はどう曲げるかっていう作業になります。これもね、マスターステー汎用のポキッと曲げてつけといてってこれだけ言われるとすごい楽だと思うんですけど、やる側はねできましたって言ってすごい斜め、いや当たるからねしゃあないんですこれ以上とかっていうのはできなくて、もうすごい知識を使って下手したら丸1日、まあ、前日からやり始めたんで1日以上かかったんじゃないかな、特に右、はい、っていう感じです。まあ結果こんな感じでどうですか、こことここの平行はだいぶ出せてるんじゃないかなっていう感じを受けてますけどもね。まあそういうちょっとね本当に正直、気づかないところであったり小さいところですけれども、まあ失敗というか、ここまでやってるオートバイでね最後マスタータンク傾いてて格好悪いとかって最悪なんで、そこはきっちり私の、できる範囲の、全力の力を尽くしてまっすぐつけさせてもらいましたという感じで、そろそろスーパーチャージャー見ていきましょうかね。はい、で、セッティング自体はやらしまってます、206馬力かなんかやったと思うんですけれどもね、はい、で H2 ってものすごい燃料濃くできてるんですよね。当たり前ですけど、まあ、焼かないように、異常なマテな濃さでできております。ですからパワーコマンダーを装着して、ギャンギャン燃料を引いていくだけでどんどん馬力が上がっていくというスペシャルな、オートバイなんですよね。だからねそこはちょっとマージンを微妙に残しつつという感じで、作業セッティングの方はさせていただきました。で、オーナー様にもね過去に一度やってから渡してますから、普通にお渡しして、喜んでくれということで曲がります。うわなんだこれはすごいですね。うおーすごい、これ本当にいやー早いっすね。これ多分ねパーシャルなんですよね今の、多分ねもう余裕で開けるとこないですね、もう早すぎです。はい、ということで右入ります。で、このなんだろう H2 の、入れるかな、はい、H2 の、スイッチボックスってねこれなんですけど、これね唯一無二なんですよね。これほんでこのウインカーがこれで、まあ、ホーンとハザードとかは一緒なんですけど、ウインカーのねこうストロークがめっちゃちっちゃいんですよ。ピッてたらすぐ出るし、なんかねその辺もすごい冷静な感じというか、まあ、私だったらこれをね川崎純正で買って、GPZ、ね、に、インストールをしてですね、まあ、この上下のボタン全く意味ないんですけど、何かこうこれをやったら変えれるようなギミックを組んでですよ、なんかメカニカルな忍者のハンドル回りとか作れればいいかなって、構想したんですけど、これめちゃくちゃ高いんでねちょっと要相談という感じになってます。はい、で、H2 の乗り味ですけれども、本当にね単純に乗りやすい、で、見た目より乗ると本当にちっちゃく感じます。ミラーは確かにすごい出てるんですけれども、あの乗るとね本当にこうメガな感じは全然なくて、今、曲がった1回曲がっただけですけれども、とても乗りやすい、単純に乗りやすい。まあそれはねこの車両が全てか、位相がカーボンに、変わっているというのと、まあ、カーボンホイールも手伝って、パワーウェイトレシオに磨きがかかっているというのもあるんでしょうけどね。
うわーもうめちゃいいですねなるほどね、あこれはね楽しいでしょうね乗ってたら。うん、あポジションこそねセパレートハンドルで前傾ですけれども、あの操作がすごい楽、勝手に曲がるというか、でよう止まりますし、これは疲れないんじゃないですか、うん、高速道路だったらマジで無敵でしょうね、うん、まあ出す勇気はもちろんないんですけども、めちゃくちゃ速いです、はい、もうあのねパーシャルで分かります、うん、でスーパーチャージャー、H2 このパッケージで200馬力オーバーということで、すごい怖いマシンって思うと思うんですけど、そんなことなくて、このセッティングすればこの分かりますかね、このちょっぴって当てたここパーシャルですよね、ここがね非常に使いやすいですから何の苦もないです。普通にちょっとパーシャルからさあ行こうと言ってこういった時もさっと前に出てくれるということで非常に乗りやすい、街中ではパワーは余しまくりますけども、この警戒感がやばいですね、うん、でまあカーボンホイールを持って思ったんですけど、すごいですよね精度を出すって。大体のホイールがねこのインゴット潰して単造にして削ってってやって綺麗に1000分の1とかで精度を出すんですけど、このカーボンでね精度を出すってものすごい技術だとは思うんですけれどもね、はい、という感じでございますかね、はい、これわかりますかね、このクリアランスなんですよね、ここなんですよね、すごい難しかったですね。つけるだけだったらめっちゃ簡単なんですけどね、やっぱりかっこよくねつけるっていうのが大事で、特にハンドル周りのこのコクピットって、まあどのオートバイでもとても大事で、かつこの H2 ってねもうコクピット感もっとすごいんで、やっぱり大事に、装着をしていく必要があるということで、負けたら失敗というのもあるし緊張しましたと。うわおあ赤ですね、いやーわかるかな、これめちゃくちゃめちゃめちゃ乗りやすいですね、はい、で止まっていきますと、よいしょよいしょよっしゃっと N に入らない、よし入りました、はいっていう感じですね、はい、なのでねこの H2 というオートバイですよね、もう本当に仕上がってるとは思います。普通にね何キロぐらいなんでしょうかね、まあ、200は絶対切ってると思うんですよ、190後半から中ぐらいはなってるんじゃないかな、本当に軽いです、はいかな。でまあマスターシリンダーねこれセミラジですけどね、どうなんやろう、ラジュアルにもせんでいいからなんか重たいっていう感じは全くなくて、うん、ブレーキはねこうガーッと開けてから握ったわけじゃないのでわかんないですけど、まあ、当然軽いしキャリパーもものすごいのついてますから、普通にカンと止まる印象を、受けるっていう感じですかね、はい、であとはねこれ、単純にこのポッシュのステイが長かったんで、それをうまいこと逃がして逃がしてつけたんですけど、結局この、オイルタンクのホースがね、ノーマルだと短くてそのまま行くとすごい傾いたんですよね、うん、だからそれがすごい格好悪くて1日悩んだんですけど、そんなもんかなと、妥協をしようとしつつやっぱりダサいなということで、きっちり、ちょっと長いものに変えて、交換させていただいたという感じですね。であと最後にこのブレンホのリストがなかなか新商品ですよね、なんか出たわりかし最近やったと思うんですけど、それもバチッと装着させていただいたっていう感じですかね、はい、なので、こういう感じでどうですか、平行出てるでしょ、綺麗にここピシッと出てるんじゃないかな。で一応ねここ自体がラバーマウントなんで微妙にはこう動くようにはなるんですけど、こうキュッと手前に寄せてホースをパツパツにしたんでこんな感じで、まあ、バンドが微妙には擦れるんですけど、タンクの頭自体は当たらないし、仮にラバーマウントが緩んで当たったとしてもこうマスターシリンダーで、バンドでね傷を入ることを防ぐことができるということかな、うん、なのでこんな感じですよね。だからすごい綺麗に取り付けてたんじゃないかなっていう印象は受けてます。あとはねこの短い試乗コースではねこの H2 というオートバイの魅力を伝えるのが大変難しいですけれども、本当にねいいですよ、中古とか出てたら割とありやと思いますけどね、めちゃめちゃ速いですしね。そうなんですよね、まあ純正でクイックシフターがついているというのもありますので帰ってきましたと。あ今日はでもなかなか引っかからずに帰ってこれたんじゃないかなという印象を受けますけどね、はい、ということで帰ってきました。相変わらず川崎だらけですということですね。よいしょ、うん、 N になかなか入ってくれないですね。よはい入りました。さあ H2 スーパーチャージャーとはイカづちのパッケージをねご覧に入れるんですけれども、すごいですよ、行きます、追いかけします。これねタコメーターがね上がって落ちるまで光ってるんですよ、数字がわかるかな。このキュルーっていうのもねかっこいいですよね、あんまやると怒られるんで消しておきますと。こんな、今乗った感じで水温90度かな、うん、
っていう感じです。はい、直で買ってきましたけども、うん、もっと速度出して曲がってみたいですね。カーボンホイールってどうなんでしょうね。異常に軽いとは思うんですね。私もね、GSX-R 乗ってて、マグホイールつけてるんですよね、尾藤さんの。うん、それですごいなって思った体感ありますけど、その時の感動と同じですね。うん、で、まあ自分のオートバイでもないですし、もちろん全開で開けたわけじゃないんで、すごい、マグよりとかっていう判定は難しいですけど、ちょっと乗っただけでわかる軽さ。うん、で、運動性能のね、高さがね、やっぱり軽いと優秀ですから、その辺が素晴らしいかなって思います。はい、ということで楽しかったです。ありがとうございました。